身長は常に変わり続けてるからってことですね。完全に止まるっていうことはないんですね。骨端性が閉じた状態でも無理やり伸ばせるっていうような環境を整えることは理論上可能になるかもしれない。身長ビヨン、医師学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのはですね、骨端線が閉じても伸びる理由、まだ身長が伸びるかの確認方法についてですね。いつまで身長が伸びるのか、本当にね、難しい問題ですよね。例えばですけど、私の方でですね、治療に来てくださってる方ですと、いつまで治療を続けるかとか、そういったのはよくお話しさせていただきますし、そこにですね、明確な答えもなかったりだとか、非常に難しいわけなんですけど、どういうふうにしてまだ伸びるか、今日お話しさせていただきたいと思います。それと同時にですね、骨端線が閉じても伸びる理由ってところもね、合わせてご理解いただけると面白いかなと思って、そんな題名にしてみました。それではですね、実際に身長がね、伸びなくなる、どういうふうに判定するか、ある A さんがですね、もう身長が伸びてないというふうに判定するときに、最も明確な方法は、実際に計測して身長が変わってなかったらっていうところが答えになります。文章で言うのは簡単、ただし実際には難しい。なぜかというと、身長は常に変わり続けてるからってことですね。完全に止まるっていうことはないんですね。それはですね、まるでですね、時間が止まることは絶対にないというですね、心理と同じようにして、身長も一切止まることはないんですね。それどういうことを意味しているかというと、1日の間でもですね、身長差というのはですね、1から3センチ程度差があってですね、一般的に朝が高くて夕方になると身長低くなっていくってわけなんですね。ですので、測る時間帯によってももちろん違うわけですし、その前の日にですね、何時間寝るか、そんなような状況でも少し身長というのは変わってしまうかもしれないですし、計測するときですね、髪の毛が長くてですね、ふさふさしているときとですね、単発で切ったときとか、計測するときですね、顎の向きがどうかとかですね、こういったような問題もあってですね、非常に誤差が強いわけですね。一般的にいろいろな誤差を考えると、1センチ程度ですね、誤差が出るって評価になりますので、測ったら測っただけ違う値が出てくるわけなんですね。なので、身長を計測したのに、身長変わってないというような結論に至るまでですね、測り続けても悩み続けるわけです。で、しかも、残念なことにというか、身長はある程度年齢は伸びるわけですね。ただし、逆に下り坂に入ってくるんですね。残念なんですけど、身長はですね、だんだん低くなってきます。例えばですけども、70歳であれば、そういったイメージがですね、湧いてくるのかもしれないですけども、比較的早い段階から身長っていうのはマイナスの側面もあります。じゃあ、身長がどうやったら低くなるかっていうところで、70歳、もしくは80歳、90歳の方が身長が低くなる。大きな理由はですね、骨が弱くなる。骨粗鬆症ですね。骨が弱くなってしまって、背骨が縮まってしまうわけですね。骨粗鬆症の治療を受けている方でもですね、若い頃の方です。5センチもね、身長低くなったっていうのはですね、よく聞いたりもするような形になります。ただし、実はなんですけども、それと似たような現象というのは、比較的若い段階でも起きます。例えばですけど、胸椎とかこういう腰、腰の椎間板ですね、骨と骨の間のクッションのような役目ですね。そういったのはですね、かなり若年の段階から変性、加齢性変化だったり、劣化だったりする変性というふうにね、お医者さん呼ぶんですけども、変性しているなんてことは十分あり得ます。例えばですけども、18歳とか、19歳とかでも、腰椎のですね、椎間板ですね、傷んでしまってるなんて人いるわけです。そういった意味だと、他の要素としては身長伸びてるかもしれないですけども、人間の体を分解的に考えた時にはですね、部分的には低くなってる方っていうのはいらっしゃるわけになります。わかりやすい例と、椎間板ヘルニアとか、18歳とか19歳の方でもいらっしゃるわけですね。そういった方に関して言うと、骨と骨の間はですね、わずか 0.5 センチ程度ですかね、1センチ程度ですかね、それがこういうふうに縮まるわけですから、実は18歳とか19歳でも身長低くなったりする傾向にもあるわけです。また一方ですけども、20歳以上でも身長伸びたなんていうね、話があったりもするわけですね。その中でどういうふうに判定していくかってことが非常に難しくなるわけになります。そこでですね、我々お医者さんは、実測の身長だけではなくて、医学的なデータを参考にするわけになります。その医学的なデータの代表例が、レントゲン上でいうところの骨端線を見るわけになります。この動画を見てる方、自分が骨端線が開いていることが気になってしょうがない、そんな人もいるんじゃないかなと思います。身長が小学生とか中学生の時に伸びる理由というのは骨端線です。今後モニターさんとかの写真も出てくるので、使いながら説明できるようになると思うんですけど、骨と骨の端の線の部分が成長をしていくことによって身長が伸びるというふうに言われますので、成長するスペースがですね、なくなってしまえば身長は伸びないというふうな表現になりますので、骨端線が残ってるかどうかって非常に大事なわけですね。ただし、骨端線が閉じても身長が伸びるケースはあります。もう一回言いますよ、大事なことですよ。骨端線が閉じても身長は伸びます。ってことでね。それはどうしてそんな現象が起きるかってところです。二つほどかな、ポイントがあるかなと思います。まず一つはですね、計測した骨端線が閉じてるに過ぎないから。例えばですけども、怪我した時に手のレントゲンを取って、手の骨端線が閉じてたので、もう身長伸びないって言われました。もしくはですね、膝の怪我をして、膝のレントゲンを取ったら骨端線が閉じてるんで、身長伸びませんということが言われたとしても、もしかしてですね、肩とか、頭蓋骨とか、足首だとか、他のですね、骨端線が残っていれば、そこの部分が伸びうるわけ
けですから、撮影したレントゲン部位の骨端性を閉じて過ぎなかったため、骨端性を閉じても伸びるっていう現象が起きるってことは一つ言えると思います。あともう少し細かい話をすると、レントゲン上で骨端性が閉じてるって評価になったとしても、もう少しですね、ミクロもしくは精密な検査を行った場合に骨端性が残存しているっていうことはあるかもしれません。レントゲンって非常にマクロな視点で見るわけですから、顕微鏡レベルで見た時はまだね、骨端性が残存しているっていう風なね、表現ができたりとか、いろんなことが言えるわけですね。そういったところが一点。あともう一つはですけども、骨端性がですね、閉じた状態でもですね、身長がですね、伸びるっていうケースはあるという風に考えてもいいと思います。例えば、よくお話するロバート・ワドローさん。1918年の2月22日生まれ、疑う余地のない医学的な記録がある中で、最も身長の高い人間としてギネス記録に認定されている男性。死亡時の身長272センチという前例のないものであり、体重は200キロというふうに記載がありますね。そんな彼なんですけども、身長の記録が少し残っていて、18歳で254センチ。18歳からですね、約20センチちょっと身長が伸びているってことを考えると、彼は骨端性がさすがにですね、18歳、19歳、20歳閉じていると思いますので、閉じた状態でもですね、非常に伸びているっていうのがわかります。ですので、骨端性が閉じた状態でも、無理やり伸ばせるっていうような環境を整えることは理論上可能になるかもしれないということにもなってきます。この方であれば脳下垂体収容とかですね、それだけで成り立つかどうかはまた別の話になるんですけども、何かしらの条件が揃ったりすると、もしかしたら可能だってするかもしれません。もう一回ちょっと復習しますよ。骨端性が閉じても伸びる理由というのは、計測した骨端性が閉鎖していたに過ぎない。あともう一つはロバート・ワドローさんのように特別な例においては、骨端性が閉じている場合でも身長伸び続ける。そんなパターンが考えられるということになります。そしてですね、お医者さんがまだ伸びるかを検討するときにですね、骨端性を見るというふうなお話をしましたけど、それに加えて採血を見たりもするわけですね。私の動画見ている方であればご存知だと思います。ALP を見ますよと。ALP というのは骨の代謝を表します。骨の代謝で高ければ高いほど身長です。伸ばすような働きがあるわけですから、そういった値をですね、見たりもするわけになります。例えばですけどね、350以上とよく伸びてるねとお話をしたり、200以上だとまだ伸びてるでしょとお話を私もします。その値が175を切ってくるとですね、だいぶ最終身長に近づいてきたねってことで、そろそろですね、治療は終了するべきでしょうというお話で、ね、よくしたりもするわけになります。その中で最後の方見ていくと、113という数字が出てきます。113切ると大人の値という評価になりますので、さすがにもう無理でしょうというふうにお話をしたりすることもありますので、ALP が113というのは骨端性が閉じたっていう状況になります。この ALP って数字も非常にですね、変動性が強い値になりますので、ね、計測した瞬間瞬間によって出てくる値というのは変わりますので、113だったら次計測すると140ぐらいとかね、それぐらいだったら全然誤差あり得ますので、その誤差も踏まえながら判定していくような形になります。つまりなんですけども、今回お話しさせていただきたかったのは、実測の身長、レントゲン、採血をもってまだ伸びるのかというのを判定していくわけなんですけど、3つとも要素としては不安定。その不安定な要素を3つともですね、まんべんなくですね、検討していって、どれだけ身長伸びるかっていうね、ところを吟味するっていうところが実際の作業になりますよということをね、お伝えさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。もちろんね、治療を受けていただいている方とか、医学的情報がある方はね、身長の計測、レントゲン、採血のデータを元にね、まだ伸びるかね、判定していただくといいと思うんですけど、データがない方に関してやはりね、こまめに身長を測っていって、そして朝と晩で身長差があることをね、そういったところを加味しながらですね、実際の身長がどれくらいの収束を迎えている方は検討していただくといいように思います。これでね、今日は終わりたいと思います。今ですね、身長先生に聞け、ちょっと進捗の方を話させていけど、モニターの方は順調に進んでいます。3名募集ってことだったんですけども、たくさん応募いただいたので、実際にですね、もうちょっと多くの方をですね、引き受けさせていただいているのが現状になります。ただ、応募の方は完全締め切ってますので、今回これで終了させてください。あとですね、身長先生に聞けの方ですけども、無料最終身長予測で、ね、何回も連続やってみたんですけども、視聴回数が減ってきたということで、リニューアルを考えています。ですので、ちょっとお待ちいただいて、また身長先生に聞けもね、復活していきたいと思いますので、身長伸ばしたい人はね、このままチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、これからもね、身長一緒に伸ばしていきましょう。身長ビヨーン、バイバイ。